前科3番893番正義太郎です。今回のお話はですね、田舎地方の皆様知ってるかと思いますが、もしわからない方はちょっと検索してみてください。飛び出し坊や、飛び出し坊やっていうのがいるんですよ。看板みたいな、道路に子供たちに飛び出してはいけないよっていう、なんか走ってる姿勢で坊主頭の目のクリクリの子がの看板が結構全国にあるんですね。どこが発祥かわからないけど、飛び出してはいけないよっていうような、まあこの看板があるっていうことを頭に入れといてくださいね。これももう昭和の頃ですわ。私が本当に駆け出しの頃、一番最初にやらされたことは、まあ事務所当番もままならないね、できない掃除とか車の洗車とか事務所の周りの掃除とかですよね。ね、組長だけですね。組長が来るときと出てくときっていうのは、来られるっていうのが分かる時間が外にいて、もうドアを開けるとか、つうかドアもまだ開けさせてもらえない頃ですよね。ね、送ってもう事務所から出るっていうときは、公道に出るところの車を見る。まあ要は大丈夫ですよっていう風で、今はないですけど、ガソリンスタンドの人たちがよくやってましたよね。もう今は危ないから敷地の中でしかそういうこともしないんですけど、それがエスカレートしてって、当時だと車を止めるんですよ。道路まで出て、パッと。もう本当に今だと考えられないですよ。でも、それっていうのは国道とかね、片側2車線、3車線だとかでやらないですよ。だけども、1車線で、そういうのがなんか、慣例化してて、結構それって近所の人たちも分かってくれて、譲ってくれるみたいなことが、今ではダメですよ、そんなの。そういう風にしてるんで、もうそれがエスカレートしてくると、パッと行って止めるみたいなことをやって、道の真ん中まででどうぞって、ご苦労様ですって送ってくる。そういうことはやってたわけですよ。でも、それも、やっぱり、いろいろね、社会的状況になってきて、後々にダメになってくる。あんまりそれもどうなんだと。そうすると、一歩下がったとこでとか、いう形で、道の真ん中まで出るのはまずいだろう、みたいなことになって、やっぱりそれを言われる、言ってくるところもあるんで、ね、そういうふうに縮小する。ね、そしたらですね、そういうことを、自分らの時のその服装っていうのは、ネクタイとかスーツが着れるのは、ほんと幹部の人たちなんで、自分たちっていうのはダボシャツってわかるかな。襟がない料理人、和食の料理屋さんの人が着るような、ああいうものを着せられてたんですよ。だけど白いと本当に料理の板前見習いみたいになるんで、なんかもう自分らなんか貧相なのが着てるとおかしいから、それを黒色で作ってくれて、まあ汚れないし、それを着てるような感じだったよ。もう戦闘服的みたいなの後なんで、なんかそういうダボシャスみたいなものを着させられて、ただそれも変わってってったんですよ。後に、なぜかって言ったら、ダボシャツだと、どうやったって、セッタとか草履なんで、さすがにもうセッタ草履はダメだろうっていうことで、運動靴とダボシャツってあんまり合わないんで、変わってったんですけど、この黒のダボシャツみたいなのに、ダイムを入れたり、首の名前が入ってた、入れてたわけですよ、刺繍で。で、そんな感じでやってるから、町内のですね、飛び出し坊やがあるわけですよ。ある時から、その飛び出し坊やがね、自分らも坊主頭かパンチパーマ、あの服がね、黒く塗られて、自分たちのところの胸のところに、その自分たちのダイムのマークっぽいもの、落書きつかいたずらでしょうね。全部それ書かれて、子供がやったのか大人なのかわからないですよ。だからもう、それ見た時に自分らはこの飛び出し坊やに思われてたんだな。それは知らない人から見たら飛び出しヤクザですよ。若しが、道路見ません。車走ってくパーッと飛び出して、手で止めるんですもん。だこっちも怖いですよ。そっち見てないから、止まってくれるって。あれね、本当にちょっと思い出して、今だったら絶対ダメだなっていうようなね。まあ、当時だとね、本当交通事情もね、そんなあれだったんでね、今だったらようやったなっていうようなね、懐かしい。本当昭和の話ですからね。もしね、気になる、飛び出し坊やを検索してもらって、あれを黒くして、胸とかにそのダイモンつけたら、ああ、そうか、想像できますよね。一回皆さん検索してみてください。